はい、どうも、社畜です。本日も集まれ動物森やっていきたいと思います。で、皆さん、昨日 PS5 の情報がまた新たに出ましたね。で、具体的な内容なんですけど、ソニーストアにて2020年の年末商戦期に発売を予定している PS5、 そちらの商品販売情報を受け取るためのメール登録がスタートしましたね。そうなんですよ。これね、メール登録しないといけないらしいんですよね。まあそういったところで続々と情報が出ているわけなんですが、とりあえずね、今から公式ホームページを見ましょうか。で、こちらが公式のホームページになります。ソニーさんですね。うわ、PS5 すごくない？これ。なんか近未来的だね。PS4 とかとは全然違うわ。あとコントローラーが全然違うね。本体も確かに全然違うんだけどさ、コントローラーがマジで今までと違いすぎるわ。なんかコントローラーだけでめちゃくちゃ高そうだね。これ下手したら1万円超えるんじゃないか。まあ、多分それぐらいになるのかな。で、PS5 が解き放つ新しいゲームの可能性ということで、まあいろいろ書かれてますね。あ、これって流しちゃっていいのかな。あ、流さない方がいいか。ちょっと流さない方向でいきましょう。で、今回ね、なんと超高速の SSD が搭載されてるんですよ。これ相当でかいよね。だからゲームの読み込み速度とかが超速くなるんじゃないかなと予想してますね。特にモンスターハンターとかをプレイされてる方であれば、これね、超嬉しいんじゃない？モンスターハンターって昔と比較すると相当読み込み速度が速くなっているんですけど、それでもね、まだまだ遅いからさ、そう考えるとね、この超高速 SSD は超嬉しいんじゃない？で、ハプティック技術、アダプティブトリガー、3D オーディオ、なんか言いにくいね。まあそういった技術が、まあ駆使されてるってことか。はいはいはい。で、圧巻のスピード、驚きに満ちたゲーム体験、息を呑む没入感ということで。で、どうやらですね、周辺機器もかなり充実してるみたいですね。あ、これで切り替えることができるんだ。はいはいはい。あ、これはコントローラーか。ヘッドホンもあるんだね。これは専用のヘッドホンか。まあ、多分ね、市販とかで売ってるやつも使えると思うんですけど、デザインが超かっこいいな。いや、PS5 買うんだったらさ、こういう周辺機器とかも買ってもいいよね。で、こちらはウェブカメラかな、一応。お！充電スタンドとかも売ってるんだ。で、ワイヤレスコントローラーということで。ただ値段が出てませんね。値段に関してはまだ未定なのかな、周辺機器は。で、こちらはワイヤレスヘッドセットということで。いや、ヘッドセットか。だけど、ソニーさんが出してるから、音質とかも良さそうですしね。これも買いじゃないか。で、メディアリモコン。映画やストリーミングサービスなどを PS5 上で直感的スムーズに操作できるボタンレイアウトということで。これも使いやすそうですよね。で、これはカメラですよね。さっき言ってた。はいはいはい。で、冒頭でチラッと言ってたと思うんですが、ソニーストアに登録しないと商品販売情報が受け取れないんで、これはね、PS5 を購入される方であれば、まあ、必須ってわけではないけど、登録しといた方がいいのかな。そして、マイソニー ID っていうものも必要になってきますね。いやー、超楽しみだな、PS5。皆さんは購入される予定ですか？僕もね、購入する予定ではあるんだけど、多分ね、PS5 も、これから、どんどん、新しい型が出てくると思うんですよ。例えば薄型とか。あとは値段がおそらく安くなると思うから、欲しいゲームが同時に出ないんであれば、まあ待ちでもいいかもしれませんね。まあ発売日当日に欲しいっていう気持ちもあるけどさ。けど、相当高いでしょ PS5 って。多分ね、任天堂スイッチの2倍ぐらい値段がすると思うので、そう考えるとなかなか痛い出費ですよね。あとは周辺機器も高いからさ、多分周辺機器も含めたら、総額で10万円ぐらいかかるんじゃないか？ゲームソフト、PS5 本体、周辺機器みたいな。あとはコントローラーもね、予備で買わないといけないからさ、それも含めると相当出費高いよね。まあ、どうせね、来年とかに薄型とか出るんでしょう。PS4 とか PS3 の時も同じでしたからね。毎年のように新しい方が出てくるみたいな。あとはね、モンスターハンターの新しい新作が出たら、新たに実況したいなと思っています。皆さん、モンスターハンターに興味ありますか？モンスターハンターやったことない方には、一度でいいからやってほしいね。いやー、あれはマジで神ゲーよ。ただ出るとしてもさ、今 PS4 で、モンスターハンターの、モンスターハンターワールドが発売してると思うので、で、今は確かアイスボーンってやつなのかな？なので、モンスターワールドの新しいバージョンが出る可能性もありますよね。
いやー、モンスターハンターワールドか、発売当初はやってたんですが、結局ね、今はもうやってないな。ふふふ、そんなに求められるとなんだか嬉しいよ、金くれ。いや、そんな求めてないよ。なんかここだけ見るとさ、BL 展開だからやめてくれ。じゃあ、チクくん、ウホウホの空を見てよ。虹が2本もかかってるよ。あ、そうなんだよ。今ね、虹がなんと2本もかかってるんですよ。綺麗だよね。あつ森ってさ、海も綺麗なんだけど、虹とか、そういう自然現象もめちゃくちゃ綺麗なんだよ。これがダブルレインボーか。アメリカではそう言ってそう。一部では見ると幸運が舞い込むとか言い伝えがあるみたいだけど、あ、そうなんだ。それって一応設定なのかな？僕は君と一緒に見れただけで最高にハッピーな気持ちさ、金くれ。今の発言だけ聞くとなかなかやばいな。お、ちゃちゃ丸じゃないか。お、イエス、また会ったな、金くれ。ほら、見てみろよ。虹が2つも出てるぞ。めちゃくちゃ虹をネタにするな。こういう日はきっといいことがあるに違いないぞ。例えば腹筋が6つに割れるとか。それは果たしていいことなのか。まあ、筋トレマニアにとってはいいことなのかな。ちょっと待って、この視点さ、ジャックがタッチションしてるみたいな感じに見えたんだけど。いやー、年末がそれにしても楽しみだな。もうすぐ PS5 が発売ということで。そういえばさ、任天堂スイッチも発売してから、来年でもう4年か。今発売して3年と半年ということで。そう思うと、発売してから相当時間経ってますよね。だいたい任天堂のハードっていうのは、5年周期だから。だからね、早ければ2022年に発売する可能性もあるってことか。そしてもうすぐ2021年ということで、こう考えると任天堂スイッチの時代ももうすぐ終わりかな。いやー、そう考えると早いよね、任天堂スイッチの時代。だけどさ、任天堂スイッチの次世代機ってどんな感じになるんだろうね。全く想像つかないわ。そもそも任天堂スイッチ自体が、完成度がかなり高いので、これ以上いいハードを出すって難しいと思うんですよね。まあ、スペックはよくできると思うけどさ、利便性とか、コスパとか、そういったところを考えると相当難しくないか。もちろん性能を良くすると、原価が高くなるから、それが商品の値段に転嫁されると思うんですよ。だからね、任天堂スイッチの次世代機が出るとしても、まあそれこそ4万円とか、下手したら5万円とか、それぐらいするんじゃないかな。だってさ、任天堂スイッチも、ハードとしては、過去最高額の値段ということで、今税込み3万3000円か。じゃあ最低でも4万円ぐらいになるってことかな。いや、そう考えると高いな、ほんと。安い買い物じゃないよ。あ、またあったね。もう今日だけで何回あったか忘れちゃったよ。ちょっと待って、このくだり何回もやってるんだけど。最近創作ダンスに力入れてるの。創作ダンスってどんなやつ？何かテーマを一つ決めて、それをイメージしたダンスを作るってやつ。あ、そうなんだ。皆さん、創作ダンスはされたことありますか？俺はね、やったことないかな。そもそも、この名称自体全く聞きませんからね。今回のテーマは、占いをイメージしたダンスって決めたのはいいんだけど、まずテーマを体験するところから始めたらそっちの方が楽しくなっちゃって、ダンス作りは全然なんだ、金くれ。占いで思い出したわ。皆さん、ハッケミーって覚えてますか？まあ、あつ森から始められた方であれば、わからないのかな、ハッケミーって聞いても。まあ、昔から動物森をプレイされてる方であれば、知ってると思うんですが、ハッケミーって結局登場しないんかな？いやー、地味にね、占いが好きだったから、ハッケミー復活してほしいわ。だけどさ、現状、占いの館が出る可能性って極めて低いよね。そもそもスペースがないからさ、施設が追加される可能性は極めて低いと思う。だからね、追加されるとしたら、博物館の2階とかになるんじゃないかな。そういえばカフェも博物館の2階に追加されるんじゃないかっていうことが今言われてますよね。例えば博物館の右がカフェで左側が占いの館みたいな。まあそんな感じになったら嬉しいけどね。ハッケミー果たして登場するのか。だけどさ、飛び森から厚森に、まあ、進化するにあたってかなりの人数の固定キャラがリストラに会いましたからね。さすがに全員復活は難しいのかな？どうなんだろう。ただ、ラコスケが出てるということで、他のキャラにもまだまだチャンスがあると思うんですよ。まさかラコスケがこんな序盤で出てくると思わなかったな。しかもかなり重要なキャラですからね。ラコスケがいないとマーメイド家具が手に入らないみたいな。そして待って、みんな密すぎないか。なんでこんな密なの？広場に集まりすぎでしょ。ちょっとみんな自重してほしいね。あ、待って。これ二人の会話始まるんじゃない？ジャックとフランサーちゃんの会話だ。これ面白そう。にゃーん、社畜くん。これからジャックさんが私のために踊ってくれるんだって。え、待って、そんな展開あるんだ。これ面白そうじゃない？え、マジで踊ってくれるんかな？どうなんだろう。謎の無茶ぶり。行くよ、フランサーくん。うわ、待って、運命の瞬間だね、これは。え、
待って、ほんまにあんのこれ。どうかな金くれ。いや、ちょっと待って、これ反応に困るでしょ。何この反応。あ、待って、後ろでは、なんか、ちゃちゃ丸とブーケが話してる。そうね、2回坊主取るあたりとかしつこい気がするわ。ちょっと待って、喧嘩売ってるじゃん。プロデューサーみたいなダメ出しだね。あ、終わった。そして、後ろでなんか会話してるな。へえ、なんか初めてだね。なんかカップルみたいだな。あ、社畜ちゃん、今ね、ちゃちゃ丸ちゃんにどんなスポーツやるのか聞いてたの。出たー、スポーツネタ。ブーケちゃんもこう見えてスポーツ好きらしいんだよね。そうだな、基本何でもやるけど、今ついにはテコンドーだな。なんでそこでテコンドーな。そもそもテコンドーって知ってる人あんまいないんじゃない？まあ、大学とかのサークルで結構あるけどね。そっか。じゃあ今度その試合の応援に行ってあげるよ。お、やばいな。彼女みたいだな、ブーケ。今、アイドル修行の一環でチアダンス練習してるんだ、金くれ。チアダンスやってるんだ。それはいいな。ぜひ見に来てくれ。あたいがちゃんと振り付けを間違えてないかしっかり見ててよね。やばいな、これ彼氏と彼女の会話みたいやん。この二人の会話可愛すぎでしょ。それじゃあ試合に集中できないぞ、金くれ。何このイチャラブ。いつからラブコメ展開だったん？このゲーム意外に恋愛要素があるのか。あ、待って、この二人の会話また始まりそう。あ、始まらなかった。はい、ってことで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。